い、おはこんばんちゃーす、まめと申します。幻想乙女のガジな隠れ家実況プレイ続きからやっていきたいと思います。結構ね、撮影自体が久しぶりなので何も覚えてないんだけど、こんな音楽だったっけ。待って、何するんだっけ、これ何曜日だっけ今。やばい、前回の復習をね、動画見てしてくるべきだったって。お前布団もすり抜けられるのね。あ、そうだ、こいつがさ、なんかだってこれ本当の姿だもんみたいな感じで血まみれだよね、ほら。え、待って、ちょっと全然状況把握ができてないけど、まあ、やっていきたいと思います。いろんな子に話しかけていけばいいのかな。鼻がちょっとかゆい、ごめんなさい。はっ、こけ。これはベルちゃんでしたね。あ、アンジェ、おはよう。今日はなんだか暗いよね。うん、なんか全体的に暗いよね。あ、ベル、おはよう。青ざめてる、めっちゃ。あれ、アンジェどうしたの。顔色が悪いけど、どこか具合が良くないの。あ、ベル、なんでもないわ。え、ベルちゃんはさ、この後ろにいるさ、シンシアちゃん、血だらけのシンシアちゃんが見えてないのかな。そうか、それならいいんだ。でもアンジェ、もし何かあったらいつでも言ってね。気分が悪いとか、頼りにならないかもしれないけど、僕にできることなら何でもするからさ。わかったわ。それじゃあ僕向こうに行ってるから。じゃあまた。ん？よかった。ん？何が良かった？なんかやばい、さっぱり分かってないよ。すり切れた本棚がある。あれ、こんな感じだったかしら。棚の中にはこっちの本が並んでいる。とりあえず今日も妖精さんに話しかけていくか。なんか1日ずつ1人ずつ減っていってるんですよね。まあ3人亡くなったのかな。はい、ということで、去年の今頃だったな。何が消えたのは一体何人になるんだろうね。椅子が6つあって、君たち3人しかいないから3人いなくなったんじゃない。やってきた今年も狼が人を喰らいにやってきた。狼、人狼ですか。なんだろうね、これはポーカーの子だよね。ポーカーしません、まだ結局ルール分かってないから。とりあえず、どうしたらいい。ベルちゃんのところに行ったらいいのかな。どうしたの、ベル。倒れてる、ベル。アンジェ、あれ、僕どうなってるんだ。ベルったら、あなた倒れてたのよ。やっぱり無理してたんでしょ。具合が悪いのはあなたの方じゃないの。やっぱりアンジェはアンジェだな。何言ってるのよ。ねえ、私にできることはない。ああ、それなら何かしょっぱいものが食べたいな。わかったわ。しょっぱいものを作ってこいとな。塩どこかにあるのか、誰か塩のありか知らない。ねえ、ん、ひゃ、あ、どう、ごめんなさい。え、アンジュか、何か用。ねえ、ノア、何かしょっぱいものとか持ってないかしら。しょっぱいもの？何に使うの？使うってわけじゃないわ。ただちょっとそういうものが食べたい気分になったの。それならマシューに聞いてみたら？マシューは甘いものよりしょっぱいものの方が好きだから。そうか。なんだっけ、この子は。名前忘れた。オリビアちゃんか。はーい。去年の今頃だったな。ねえ、マシュー、しょっぱいもの持ってるかしら。プレッツルならある。おう、ほんと、よかったらそれ少し譲ってくれないかしら。ただじゃは出さない的な。お前にはポーカーの借りがあるしな。あ、わかった、プレッツルをやるよ。ありがとう。プレッツルを5個手に入れた。じゃあこれを急いで。ベルちゃんまた倒れてんじゃん。あ、っていうかなんかめっちゃ光ってんだけど。古ぼけた、無地の表紙の本がある。うん、ノートかしら。読んでみる。なんだ。昔々あるところで
美しい少女が森の奥深くへ迷い込み、一匹の狼を助けました。狼はその少女の優しさと美しさに一目で惚れ込んでしまい、彼女につきまとうようになりました。来る日も来る日も姿を変えて、狼は少女のそばで彼女を見つめ続けます。ある時ついに彼は彼女に話しかけました。お嬢さん、もしよかったら私とダンスをしませんか。少女はにっこり笑ってうなずきました。月明かりの下で二人がダンスを踊るうち、次第に少女はこの狼のことが好きになってきました。そしていつしか二人の間には不思議な力を持った子供たちが生まれたのでした。は、手書きの童話かしらね。童話の本を手入れた。だってベイベー同じだったのかな。はい、じゃあごめんねベルちゃん、お待たせ。ん、ベル。ああ、アンジェ。はい、これ。これはしょっぱいもの。アンジェ、ありがとう。なんか元気出てきたよ。そう、それならよかったわ。はい、じゃあこれアンジェの分。え？私は別にいいわよ。ベルが一人で全部食べなさいな。二人で食べるから美味しいんだよ。しょうがないわね、そこまで言うなら。プレッツェル半分もらった。じゃあこれはカルスさんと。ごめんね、私は食べないけど。そういえば昔にもこんなことあったわね。アンジェ、アンジェ、どうしたの。これ近くのデミセで買ってきた。なにこれ。プレッツェル、甘くてしょっぱくて美味しいよ。僕これ大好きなんだ。だからはい、半分を。私がもらったらベルの分が減っちゃうけどいいの。いいのさ、二人で食べるから美味しいんだよ。しょうがないわね、そこまで言うならね。美味しいだろ。うん、美味しい。ベルどうもありがとう。えへへ。ああ、昔のベルは可愛かったのにな。でも今の僕はかっこいいでしょ。へへ。でんでんでん、かっこいいって言ってあげて。そこはかわいそう、ベルちゃん。ああ、昔に戻りたいな。僕は昔になんか戻りたくない。もっと早く大人になりたいよ。そしてどうしたどうした。そう、ベルはそうなのね。ベルントの願いをクリアした。なんか知らず知らずのうちにミッションクリアしていってる。えっ、病気の子は誰？唐突になんか始まったんだけど。そして妖精さんいなくないか。妖精さんいない。え、私何もしてないのに。困った困った、大変大変。ん、どこからか声がするけど。あそこよアンジェ。ん、砂糖菓子でできた、人々が何やら喋ってる。困ったのだ。これじゃあわしら死んじゃうぞ。あなたたち何かあったの。ひい、突然話しかけないで、びっくりするじゃないの。ごめんなさい。困ったことがあったのです、アンジェ。そこにいる鳥がワイラの大切な食べ物を奪っていくのだ。食べ物。わしらの大切な食料じゃ。あの鳥ね、助けてあげましょうか。あら、ほんと？お願いしたいわ。解決してくれた暁には、お主にスコーンをやる。あの鳥が静かになって、お菓子も手に入るなら一石二鳥ね。よろしく、噛んだ。よろしくお願いするのだ。ねえ、鳥さん？コケーコーコー？ふふ。
あなたは砂糖菓子さんたちの食べ物を盗んでいたみたいだけど、やめてくれないかしら。無理かけ。ちなみに何を盗んだのかしら。肉？砂糖菓子が肉を食べる？前にも聞いたわってよく考えたら、あの砂糖菓子たちも肉食なのかしら。あいつらな、意外と凶暴かけ。意外ですこと。私そんなことはいいのよ。盗みはやめてちょうだい。だから無理こけ。餌の分際で生意気な口聞いてんじゃないこけ。ね、待って、私セーブしてないけどさ、ゲームオーバーとかありえる？な、痛い。おいらに指図するとその指一本ずつ食いちぎってやるこけ。まあいいこけ。とりあえずお腹いっぱいなのでおいらは寝ることにします。あ、ちょっと待ちなさいよ。アンジェ、何？話の通じる相手じゃなさそうね。今のうちに何かするのがチャンスだと思いましたよ。ベルなら何か手伝ってくれるかしら。よかった、食われるかと思った。ハップナタン、やめるよ。この子たちは何なんだろうね。なんかお面をかぶった怪しい集団だけど。え、フェアリーズ、大変だ。妖精ちゃんたち、マシューが病気になったということは、え、悪霊がマシューを病気にした。あなたたちその格好どうしたの。これは病気から身を守るための道具。私たちの中に一人だけ悪霊が潜んでいるんです。その悪霊がマシューを病気にしてしまったんだ。悪霊、悪霊って私ではなくってよ。私は大好きなアンジェのためにいるか弱い幽霊ですもの。なベリータルトのように真っ赤な方のアンジェ。アンジェ様、お願いです、悪霊やっつけてくださいって言われても、このままじゃ誰が誰だかわからないわね。僕たち妖精は正直だけど、悪霊はきっと嘘をつく。だから一人だけいる嘘つきが悪霊だよ。うわ、マメ、こういうの探すのマジで下手くそなんですよ。アンジェ、アンジェ様、よろしくお願いします。マジか、やることが増えてきたよ。まずとりあえずベルに鳥をなんとか始末してもらうように言って。あー、でもベルこんな状態か。動ける？また倒れてる。なんだ、寝てるだけなのね。そっか、どうしようかしら。チキン食べたいな、これは。チキンか。ナイフを、何もしないでできるんだ。さすがにね。え、待って、これでもやっぱ取り出すしかないんだよね。うん、取り出すしかないよな。ベルントのナイフを手に入れた。待って、足めっちゃ速くなったんだけど。これでなんとかしろってことか。鳥逃げ回るかもしれないね、これは。それをこいつ、こいつは交換屋だからやっぱ何もできないよね。チキンといえばこいつだよね。いきます。グースカピー、チャンスですわね、アンジェ。何をすればいいのか分かっていまして。一球よ。雑誌よ。でもこれしかできないんだよね、多分。鳥ってそんな悲鳴を上げるの？チキンを手に入れた。あなたはいらない刺激が強すぎる。だからしょうがありませんよね、鳥さん。アンジェ、これでお菓子の、城の人々にお礼をもらえますわね。そうだわ、ナイフをベルに返さなくちゃ。あ、
返したので、ね、ちょっとベルちゃんチキンもあるよ。はいはい。あ、おはよう。ベル、具合は大丈夫？うん、もう大丈夫だよ。なんか大丈夫じゃなさそうだよね。でもあんなこと言っておいて自分が倒れるなんて、僕ってかっこ悪いな。そんなの気にしなくていいわよ。もともとベルにかっこよさなんて求めてないんだから。また何かあったら言ってね。ちょっとぐさっときたよね、ベルちゃん。アンジェって言葉はきついくせに、なんだかんだで優しいね。昔からずっと。ん？うん、なんでもないよ。そう。チキン、チキン持ってきたけどさ、食べない？食べないんだね。そっか。じゃあとりあえず、お菓子、お菓子の、みんな鳥を退治してきたわよ。はい、これチキン。まあ、助かったのだ。どうもありがとう。どういたしまして。それで約束のスコーンだけど。ん？何？なんで音楽が止まるの？あら？どうしたの？そんな約束してないのだ。てめえら！そうやって私たちに。お礼をせびるのね、ひどい人。そもそもわしらはそんなの知らん。約束してないものは渡せないのじゃ。そうだそうだ、俺なんていらないからって引き受けてくれたじゃないか。な、嘘つき、嘘つき。そう。え、アンジェ、お菓子が手に入りましたわ。これできちんとお返ししていただきましたよ。わしらの子供たちが、そんな。砂糖菓子を手に入れた。これはてめえらが悪いんだからな。ハーメルンのお菓子場をクリアした。これはてめえらが悪いんだからな。私たちの子供が知ったこっちゃないわ。あ、そうだ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 、これも嘘つきを探さないといけないんでしたね。じゃあどうしようかな。とりあえず一人一人話を聞こう。右隣の子は嘘をついているよ。右隣の子は嘘をついてる。この子？正面の子は悪霊じゃない。嘘をついてるよって言ったら、正面の子は悪霊。え？待って、頭の中でね、これ組み立てるのが無理なんだよね。悪霊は隣のどっちかだよ。僕は悪霊じゃないよ。これはなんか違うっぽいね。隣のどっちかだよ。こいつかな、やっぱ。これも正しいっぽいもんね。この子の気がする。隣の子は嘘ついてる。多分嘘ついてない。なので、うりゃ、お願いお願い。合ってる？合ってる？バラの花輪だ、手をつなごうよ、ポケットに花束さして、ハクションハクション、みんな転ぼ。これは、お、やったー、当たったぜ。悪霊退治した。アンジェ様ありがとうです。気分が良くなった。これお礼のチーズだよ。チーズを手に入れた。病気の子は誰をクリアした？なんだか疲れたわ。お腹も空いたし。お、ベルちゃんどうしたの？あ、アンジェアンジェ、食料を持ってきたよ。なんでそんなに焦ってるの？まあ、お腹が空いてたところなのよ。それじゃあ食事にしましょう。食事ですか。これでまた一人減るのか。今日も食事の時間が来てしまうんだね。さあ、パーティーの始まりだ。今日はマシューが消えるのかな。お、マシューがだって皿の上に乗ってる。
美味しいね、アンジェ。とっても美味しいわ。昨日よりも一昨日よりも。パーティー終わればいつもの時間。そろそろ別腹デザートタイム。今日のごちそう、木曜のごちそう。美味しいお菓子に変わるのは、美味しくごちそうされるのは、そいつは、それはいつか旅に出るあの子。妖精さんたちをパクパク食べちゃってる。いただきまーす。って感じなのかな？ん？病気になった木曜日。何もかもが変わり始めた日。ただ一人味方になってくれたのは彼だったはずなのに。お願いアンジュ聞いて。は救い。はあ、なんだか疲れちゃった。あたしもう寝るわね。マシューいなくなった。アンジュはさ、楽しかった？楽しかったって何がかしら。ううん、なんでもないんだ、なんでも。やってきた今年も狼が一人くらいにやってきた。ベルどうしたの？ちょっと疲れて。ねえベル、今日も倒れてたし、何か無理してるんでしょ。私のことは気にしなくていいから、ベルはゆっくりしてなさいよ。食事だって少しくらいなら抜いても平気だし。違う。ん？何でもない。アンジェには全く関係ないことだし、別に無理してほしい、無理しても無理してないから大丈夫だよ。今日はちょっと寝不足で倒れただけだし、昨日も一昨日もよく眠れなくて、いつ出られるのかわからなくて不安だったから。仕方ないだろ、疲れているのもそれが理由だよ。だいたいこんなところに閉じ込められて疲れない方がおかしいくらいなんだ。確かにそうね。それならよかったわ。じゃあ寝る前にちょっと終わりたいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチ。